1956年のオールスターゲーム前年、2年ぶりの日本一を達成した、読売ジャイアンツの水原茂監督が前世を引き、パリーグを制した南海ホークスの山本和人監督が前世を引いた。米田哲也が初出場。第2戦、全波の先発として打たせて取る投球術で偉人を飾った。なお、この年で消滅する高橋ユニオンズから出場した。 佐々木真也は2試合で2安打を放った。この年からオールスターゲームはナイトゲーム開催になった。また、前座試合としてプロ野球発足20周年を記念したオールドオールスターゲームが開催された。大沢刑治、秋山昇、佐々木真也、土屋津市。1956年のオールスターゲーム時撮影。瀬、別所、金田、秋山、長谷川。 藤尾、土井、河合法派、島原、梶本隆、荒牧、竹友文、津久田る、島原廃、別所本類田、津久田一号審判、旧審、横沢さん、類審、園城寺、二出川、東、外審、神田、腰は慈愛時間、一時間五十五分オーダーせ、杉下、中山、大田垣、金田、河合田持、藤尾派、米田、三浦、 梶本隆、伊藤、島原、山下、日々の、筑田勝、る、中山杯、梶本隆審判、急審、島、累審、神田、小芝、二出川、外審、炎上寺、横沢さん試合時間、2時間10分オーダー、日本プロ野球のリーグ制が始まって20年を、記念して2試合の OB 戦を開催したチーム名はそれぞれ昔話の主人公からとって、 桃太郎ズと金太郎ズとした。中にはプロで選手経験はないもののプロの指導者となったアマチ一らもいた。現役員対して久しい選手もいたためトンネル、落球、ドン足のもつれなどチンプレーの連続で観客からは本戦よりも面白いぞとの矢島で飛んだ。翌日の新聞もチンプレー続出と大きく扱い、OB 選手たちのハッスルプレーを称えた。 このオールドオールスターゲームは、後に様々な形で模様されるプロ野球 OB 戦の契機となった。7月3日、高楽園球場期、湯浅、谷口、伊達、天地、室井、片岡も、浜崎、スタルヒン、藤本、三富、吉村、田中、竹井7月4日、高楽園球場期、湯浅、野口、内藤、有村、天地、片岡、室井も、 宮武、浜崎、服部、若林、高松、岡田津田、竹井、田中。ありがとうございます。